こんにちは、油見長男です。今日はね、忍たまラーメンさんにやってきました。ニンニク卵ラーメンの略ですね。24時間営業が特徴のこのお店、全国で約20店舗の店舗数を誇るお店ですが、大阪にね、唯一あるトラックステーション店さんにやってきました。メニューがすごく多いのが特徴です。店内はこんな感じですね。漫画のね、類がたくさん置かれているので、待つ間も苦になりません。といってもね、出されるまでの時間は非常に短いですよ。今日はね、これを食べたいと思います。スタミナ丼です。はい、来ました。これがスタミナ丼です。生卵がね、最初からついてくるのが特徴です。味噌汁ももちろんセットでついてきております。基本はね、豚肉とネギを炒めてご飯にぶっかけてるだけなんですが、これがうまいんです。大きなたくあん2切れは最初から乗せられていました。紅生姜はね、サービスのところから自分で取り分けて乗せてきております。じゃあ早速食べていきたいと思います。まずは自分をじらすように味噌汁を一口すすりましょう。うん、いい感じです。じゃあね、もう最初から僕は卵をぶっかけていきたいと思います。と言いますのもね、スタミナ丼というだけあって結構味付けが濃いんです。そこがいいんです。ですからね、もう卵をダーッとかけましちゃうんですね。こうしますとね、味が若干マイルドになって濃い味が美味しくスイスイ食べられます。それでは皆さん、いただきます。じゃあね、まず豚肉をつまんでいただいてみましょう。うん、もうね、口に含んで咀嚼した瞬間、ガツーンとね、ニンニクのパンチが伝わりますよ。そうです、この丼ニンニクが効いているんです。甘辛いね、醤油ベースのタレで炒めてあるんですが、やっぱりその中からね、ひときわ目立つのがニンニクです。これがご飯進むんですよ。でもね、食べた後で口臭が気になって気になって仕方ないということはありませんので、比較的安心して食べられるんじゃないでしょうか。これはやっぱりうまいな。本当はね、ビールかなんかをガンガン飲みながら上の頭、この具だけをつまみたいなという衝動にも駆られるんですが、まあ、いかんせんお昼でね、まだ3時から治療、お仕事がありますので、ご飯で黙って通したいと思います。いやー、しかしうまい。今回ちょっと大盛りにしなかったんですけどね、やっぱり大盛りにすればよかったなと激しく後悔しながら堪能しております。はい、綺麗に完食です。味が濃い丼でしたのでね、最後に味噌汁を飲もうとちょっとだけ残していた分を現在すすっております。はい、ごちそうさまでした。綺麗に完食です。大満足でした。追加でラーメンを頼んじゃいました。これは札幌味噌ラーメンですね。味噌ラーメンには辛い方が合うということで、この辛い辛いという調味料をね、ダダッと垂らして入れていきましょう。そして味噌ラーメンといえば紅生姜です。というか、まあ何でも紅生姜入れちゃうんですけどね、まあ、正直豚骨ラーメンかな、紅生姜は。しかしこれは合いますよ。すりおろしニンニクです。まあ、仕事があるんでね、あんまりたくさんは入れません。ほんのちょっと風味が増す程度です。こうやってね、カスタマイズしたラーメンを追加でいただきたいと思います。食べ過ぎじゃー。はい、それじゃあいただいていきましょう。いただきます。今日ね、2回目のいただきますですね。困ったもんです。じゃあまずね、激辛調味料の辛い辛いをスープに伸ばしていきましょう。これはね、多分ラー油の中に大量の一味系の唐辛子を入れたものだと思っております。なかなか辛いですよ。これとね、ニンニクをスープに馴染ませていただいていきたいと思います。たっぷりのもやしがね、嬉しいですよね。さすが札幌ラーメン。うん、これね、1杯550円なんです。意外とリージョナブルですよね。まあ、あの忍たまさんのラーメンはね、どれもちょっとね、平均的なラーメンの相場価格よりも安いのが嬉しいです。うん、うまい。よく効いてます。やっぱり個人的にはね、ニンニクと辛い調味料を追加で入れた方が好きですね。
ああ、うまいな。やっぱりラーメンっていいですよね。僕はラーメンが大好きです。まあそんなこんなでね、このもやしたっぷりの味噌ラーメン食べていきましょう。はい、ごちそうさまでした。完食です。完全な完食です。いやもうね、スープに辛い辛いを溶いたから汗が噴き出しております。熱いです。でもうまい。そして充実感がありました。久々の忍たまラーメン大満足の大満腹です。